九州地方整備局。九州地方整備局防災室、吉岡拓海です。私が入省しようと思ったきっかけは、災害が多い九州を少しでも住みやすい町にしたいと思ったからです。今私が行っている業務としては、災害に備えた防災訓練の計画や実施を行ったり、実際に災害が起きた時には被害の情報収集や災害復旧に関する業務を行ったりしています。最初はもう本当何もわからなかったんですけども、今は自分で考えて行動して仕事ができるようになりました。その仕事を終えた時にはやっぱり達成感、自分でやったっていう、自分で仕事をしたっていう達成感があります。今防災室にいるということで、より災害の危機管理を持って、で、私は大学のところは河川を主に専門としてたので、河川系の仕事に携わっていきたいなというふうに思っています。災害が多い九州をもっとより良い町にしていくために、私たちと一緒に仕事をやっていきましょう。